あれ？ロボってこれ？タイトルにあったロボが来たってこれのことか？確かにロボットか？う、動くのか？外部装備未装着のため放電しますが、問題ありません。いや、問題ないんか、ほんまにこれ。黒バスケでさ、ゾーンに入った時みたいな目になったね、お前。動き出したものはゆっくり立ち上がると、台座の上から降りてきて、両手を上げた。ロボだこれ。わーお！でかちっちゴーヘルゴー、突き落としていこう。こういうキャラクターを待っていた。俺はこういうキャラクターを待っていた。乳袋がすげえ威圧感です。顔が威圧的ですけど、それよりも乳袋がすげえ威圧感です。あー、これは揉みたい。これは揉みしだきたい。いや、ロボなわけないだろう。さすがに。なあ、いや待って、ちょっと待って。今気づいたけど、ゴト、お前どこ使んねんだ。お前、ショットだからって許されることと許されんことがあるぞ、お前。それに、大きい。あ、セガってちゃんとね、セガだね。その流れでさ、大きいはおっぱいの話かなって思ってしまう。ああ、大きいな、父が。やっぱそっちは父が。素晴らしい。その素晴らしいもさ、このキャラクターをお前にしたらさ、どういう意味なんだろうな、意味深だな、みたいな感じになってる。うん、すげえからその太ももに手を当てるのはやめろな。そんなにすげえものなのか。さて、目的のものも見つけたし、こちらはそろそろ終業としようか。すまないね、八代くん。今日は大変助かったよ。おごるから、また飯でも行こう。よし、全員撤収だ。そこの零細企業の連中にはかなわないよ。じゃあお前らの間抜けな面が心地いいぜ。はあ、騒ぐだけ騒いで帰りやがった。胸くそ悪い。あんまり収穫が得られずに終わってしまったって感じか。でも皆さん怪我とかなくてよかったです。そうだね。でどうすんの、やつしろ。こっちも就業って流れじゃない。いいや、残業だ。行けるところまで行く。機材が一つだけとは限らないだろ。確かに、あんなおっぱいボインなやつがもう何体かおってもおかしくないから、一体ぐらい持ち帰りたいね。それはそうかもしれません。欲しい。ああいうのがもっとおるんだったら欲しい。それにあの父を諦めきれるわけないだろ。もう一体あったりしないかな。うん、女の子もおる前で父とか言うな、お前。大きいってそっちの意味でしたか。当たり前だろ。尋常じゃない用具でおまけに父って、おい、どうなってんだよ。まあ、確かにこの両側の二人も比較的大きい方なんですよ。大きい方なんですけど、あれ見た後ではさ、あれ見てしまったらな。どうなってると言われましても、結局見てるのはそこか。お侍さんもそうなの？いや、ぶっつりだな。なんで照れんのよ。お前らはそこで食べてな。その隙に残りのお宝は俺様がいただく。何？お前も父狙いだったか。父はどうでもいいだよ。まあ子供だからな。まだ子供だからな。これがだんだん思春期になっていたら、だんだん父に目覚めてくるんだよ。待つのだ、レッカ。いや、もしかしたら父じゃなくてお尻の方かもしれないけどな。俺はおっぱいかお尻かで言ったらおっぱい派なんで。こうしちゃいられん。俺たちも行くぞ。待ってろよ、父。さあ、そういうわけで父を追い求めて三千里と行きましょう。母を求めて三千里で、父を求めて三千里ですからね、これ。あ、てかあの二人抜けたって感じか。人数4人で戻りました。さて、ここで敵が大量に出てくるところに挑むか、下に挑むか迷うところですが、ちょっとあんまり HP が転ぼない件、戦闘を避ける方向で行こうか。アイテムあるな。でもやっぱりなんかそんな気がしとったな。アイテム、あ、このまま終わる？終わる？もしかして終わったー！わー、終わったー！
回ぐらい7億取ってもよかったかなって思ってしまった。ちょっとチキンになりました皆さん。上のアイテム何だったんだろう。もしかしたら結構いいアイテムだったかな。やっと出口に戻ってきた。疲れ申した。お疲れさん。今日は激務でしたね。他の会社のメンバーとはやり合うとは思わんかったしね。おいちょっと待て、巨乳が見つかってねえだろ。巨乳がノーボイノーライフじゃないのか。うん、一応さ、従業員におっぱいオッケー女の子2人おるんやけど、そっちでね我慢してください。なんか頭良くないこと言ってるのだけはわかります。あんまり考えようとしないで。本当にもう道すがら拾えたのだけでもそこそこの儲けでしょ。まあそうなんだが、それはそれ、これはこれだ。クソ、何が早いんだ。やっぱこんな冴えないおっさんせいで来るからか。社員に当たらんで。なんか拙者がなんで。もうこうなったらイアイドウさん、尿体化する薬飲んでおっぱいボインな女の人に変わってください。うるせえ、一発殴らんと気が済まん。ならば社長殿といえど、振りかかる火の粉は払うまで。うわあ。余計な争いが増えよる。疲れてるから殴り合いにもなってないし、まあそのうち体力が尽きるでしょう。そうですね。そうしていると、先ほど別方向へと向かった烈火と地獄講師も館所から出てきた。あれ、神道屋さんにクソガキさんじゃないですか。誰がクソガキだ。俺様は烈火、覚えとけ。烈火のごとくとかの烈火なんかな。我は地獄講師と言ったであろう。そうでしたそうでした。ともちゃんって結構いい性格してるよね。それよりお前ら、その様子だとそっちも空振りみたいだな。お揃いだな貴様ら。お前らとお揃いにされたくないんじゃん。コスプレたち、コスプレたちよ。お前、俺たちはちゃんといろいろ回収してきてる。手ぶらのてめえらとは違うぞ。ちくしょう、一攫千金のはずが。まあでもさっきは多少助かったぜ。この儲けもあるし、ちょっとは給料出してやる。あ、それよ、やつしろ。あ、何いきなり。これってちょうど、渡りに船ってやつじゃん。何が？え、何の話？チャプター6があの父を諦めないってよ。もう執着すごすぎだろお前。確かに一ノ瀬の言う通り、渡りに船ってやつではあるが、まあ他に人も来ないし、二人とも採用でいいか。一応片方は女でもあるし。やっぱり採用基準はそこなんですね。まあ将来性が楽しみな感じのね、いい感じのスタイルの女の子。まあいいじゃない、旧館所ではなかなかの活躍だったし。当たり前だ、我を何と心得る。地獄の講師こと地獄講師ぞ。それは前にも聞きましたね。我のあの力を見たろ。なら不採用という選択肢はありえぬ。デバフ要因っていうかね、結構良かったと思いますね。力が欲しいか、なら我ぞ。なんかちょっとムカついてきたが、こらえろ俺。地獄講師が何なのか全然説明もないですしね。まあそのチンドン屋は置いとくとして、そっちのお前。なんだよ、俺はこんなしょぼい会社なんて入らねえからな。もっとでけえ会社ででけえことすんだよ。そのでけえ父をね、手に入れるために入ってもらうんだよ。ああ、はいはい、聞いてねえよ。てかお前なんか見覚えあるような気が。あ、思い出した、昔面接事情として来なかったやつだ。そうなんじゃ、ここで伏線出てきたよお前。伏線回収してきた。履歴書の写真もヘルメットだったから思い出した。履歴書に送るような姿じゃねえんだよお前。ちゃんとスーツ着てこい、スーツ。かぶったまま証明写真撮らないの。証明写真の撮るときの説明書きにもあるだろうが、顔をね、顔をちゃんと写せって。うるせえな、これは俺のポ
リシーなんだよ。そんなポリシー捨ててください。危ないわ。ヘルメットかぶっとってあるまい。危ないわ。お前顔隠しとる理由は何ですかって答えたら、質問されたらどう答えるんじゃ面接で。おいもう男の顔なんか興味ないから取らなくていいぞ。居合のおっさんもかぶってほしいぐらいだ。いい考えだな。そうしない。さすがに拙者は遠慮いたす。ヘルメットは違うけど、お面とかかぶっとったらその服装でも似合う気がするな。ちっ、まあいいか。てかヘルメット、お前岸地工業の前にうちをブッチしてたんだな。俺はこんなちっぽけな器に収まる器じゃねえんだよ。器器重ねえんだ、食器だな。かなよ、以前はどうして面接に来なかったんですか。適当に履歴書は出したけど、事務所に着いたら思いのほかしょぼかっただけだ。給料も低そうだし。何を、社長はたっぷりせしめてる場合もあるだろう。余計ダメだろそれ。つかかっこ見りゃ給料少ないのはわかんだろ。あ、それは否定できね。まあお給料が少ないのはそうですね。ともりちゃんに至ってはゼロです。ほれ見ろ。おい待て、こいつは特別待遇だからな。その言い方だと多くもらえる方なのでは。へっ、ちょっと迷ったけど、やっぱこんなしけたとこの世話になんてならねえ。俺は俺自身の力で一発当ててやるからよ。覚えとけ、しけ会社。ああ、行ってしまった。あいつはあれでなかなか面白いやつだったのに。そうなの。あ、確かしばらく一緒に行動してたんだっけ。なんかちょっと友情芽生えたんだ。誘ったりもしたんだが、我の誘いも断りおった。人が増えると思ったのに。残念ですね。もともと男は採用基準外だ。いなくなってくれるならそれでいい。またそんな。ねえ、やさん。そこで拙者に話がある。さて、そのこのちびっ子の契約書類作成も終わりと。これで我もここの一員か。よろしく頼むぞ。書類作成、そういうところは意外とちゃんとしてるんですね。一ノ瀬さんがおるけんさ、名誉からしてるけんな。ここに怖い長の役人がいるだろ、めっちゃ怒られるもん。契約書類ちゃんとするのは当たり前でしょ。まあちゃんとしてなかったら怒るけども。ほらーほらじゃない。それより今後の業務はどうしますか。父親も求めるんだろ。それはもう決めてある。もう一回、旧館所で資材集めだ。もしかしてまだあのおっぱいに恋してる。やばい、一ノ瀬さんの言葉からおっぱいっていう単語が出てくると思わんかった。そのおっぱいの部分だけで何回も再生したんやけど、いいですか。うっせえ、誰もおっぱいに恋してなんかしてない。本当にですか。もう巨乳とかさ、父とか言おったけど、おっぱいって言い始めてもけん恋してはしてるだろうって話。おっぱい全然ないやつを入社させた反動であのデカパイを思い出しました。うわ最低。いいじゃんか別に。それにまだ、いや金目の資材はそこそこ落ちてただろう。やれやれ、また資材拾いか。つわものとは出会えなさそうだ。私はその方がいいんですけどね。それはそうと、あのロボの女の人ってどんな力を持ってるんですか。でもロボットやけんパワーはありそうな気がするな。わからん、わからんが、とにかく手がバリバリしてたし、ただことではないだろう。そうやな。それにおっぱい手だけで千金に値する。またおっぱいの話。またおっぱいの、またおっぱいの話。うるせえな。さすがにもうあのおっぱいみたいなのは残ってないってわかってるよ。旧館所なんて簡単に入れるところじゃねえし、金目の門は総ざらいしておきたいしな。まあそれもそっか、こっちも特にいい仕事の情報もないし。じゃあ今から行きますか。いや、さすがに危険なところだったし、地獄送りなんてかで人稼ぎして身支度を整えたからだ。そうですね。これで満足。結構稼げよんな。えぐいって。
会社目標、亡者を3人確保なんじゃ。結構亡者がおるところを周回しないといけませんよみたいな感じになってる。あ、なんかイベント始まった。それに今なんつった、奉仕、陶器は人を癒すための。あー出たな、おいおいロボ。なので戦闘などの用途は考慮されておりません。え、そうなの。けど手からバチバチ放電してるじゃんか。それは飾りか、どう見ても戦闘用だろ。ちょっと戦えそうに見えるんやけどな。これは電気治療用のバッテリーに蓄電されたものが過放電されております。ちょっと余分なもん出しようだけって感じじゃん。本来想定されていなかった現象なので、オプションとしてアームガードが追加装備されているはずです。へえ、ビクトリー2ガンダムでいう光の翼みたいな感じか。陶器が設置されていた場所に同じように保管してあるはずです。安全のため確保しておいた方が良いでしょう。喋り方がほんまにロボットやな。なんだよ、せっかくこいつであのうぜえ弱小企業をぶちのめしてやろうと思ってたのによ。帰ってきた。やつしろ的にはちょっと本望かもしれません。優秀団に3日だぞ。突然止まるんだから焦っちゃったよね。しかも結構電気代がかかってそうだし。燃費悪いんじゃ。これじゃクソの役にも立たないじゃないですか。まあまあゴズ君、そう邪険にするもんじゃない。そもそも干渉に兵器なんて置いてるわけないからね。確かに危ないね。そんな危なっかしいもんがあるわけねえだろうって話で。それもそうですけど、けど説明書くらいは探しとくべきだったかな。現状ではこの機材について何もわからないし。確かにあったかもしれない。他にもパーツが置いてあるって言ってますしね。何の役に立つかわかりませんけど。まあ道具なんてものは使い方次第だよゴズ君。そうですよね、俺たちの言うことなら何でも聞くみたいですね。なんかそれ聞いたらおねしょと始まりそうな気がするんだ。ゴズがなんかいらんことやっておねしょと、おねしょと始まりそうやもんな。おいお前、そうだろ。はい、陶器は人のために作られた機材です。なんなりとご命令ください。いい声してるな。なんかこの声聞いたことあるんやけど俺。言ったな、これからてめえのことこき使ってやるからな。やばい、エロ同人みたいに、エロ同人みたいに。てかお前なんか名前とかないの。あ、そうだ、それちょっと気になっとった。うん、足に文字が刻んであるね。わちょっとエッチなところに。これが名前。特に決められていたわけではありませんが、その足の文字から通称メズと呼ばれております。メズか、やばい、ジャズ、ゴズ、メズってすごい語呂のいい3人集まってしまった。だから仮面ライダーオーズみたいな変身みたいな、ジャズ、ゴズ、メズって何コンボやねんって話や。あとメズは胴体であってほしいな、やっぱおっぱいが大きいから。うん、薬か。治療用機材というのは嘘じゃないようだ。メズ、いいじゃん、いいじゃん。まるで俺たちのものになるのが決まってたみたいでさ。確かに。よーし、じゃあこれからお前はメズだ。うん、体の一部の特徴を生かしてメズパイって呼んでみますか。了解、新規名称を登録しました。ま、電気治療器といっても過放電するくらいだし、攻撃に転用もできるんじゃないかな。僕たちの戦力になってくれることを期待するよ。善処します。これがどういう感じに展開になっていくかちょっと楽しみですね。また騎士工業ともやり合うことがあるんかな。メズが加入したら騎士工業に。なんだ、寝過ごしました、寝過ごしました。地獄、地獄、地獄で、地獄、地獄な、地獄。起きたか、ともり殿。お越しに行こうかと迷ったのだが、さすがに女子の部屋へ行くのは。いいんですよ、岩井さん。目覚まし止めて二度寝しちゃってただけなんで。それより、八代さんは？主なら、亡者を地獄送りにしてくると出て行った。ついでに買い物もしてくるとのこと。ちゃんと働いてるよ。そうなんですね。ああ、帰ってきたら問い合わされそうだな。うむ、うむ。修行10分前には出社して、できれば手近なところの掃除を。何お前おかしくってんだよお前。
なんてことを言ってきそうだな。危機感なさすぎるな。普通に子供みたいな生活スタイルを送っとんでないか。休日を子供みたいな生活スタイルで、ね、八代さん帰ってくる前に私も何か食べておこうかな。我のを少し分けてやろうか。お、いいんですか。やった。それで、今日はいよいよ旧館所に行くんでしたよね。さっき、昨日も旧館所で行ってましたけどね。うむ、確かにそう聞いておる。一ノ瀬は後から合流すると先ほど連絡があった。あの人、今日の仕事もあるのにすごいな。働き者すぎますよね。というか、なぜ蝶の人間がこんな会社に出向を。お皿始め補正。そう、私もここに来て日が浅いもので、でも業務改善指導とかそういうのだって話をちょっと聞いたような。それ建前みたいなもんやけん。指導で出向に来るのはわかるが、来すぎではないのか。もしかしてあやつらできておるのでは。ちょっと当たらずとも遠からずな気がする。そのあたりは私にはちょっと古い知り合いではあるみたいですけど。いや、あの頻度はやはりできて。あいた。何つまらん話してやがる。 いきなり頭を叩くことはないだろう。我を何と心得る。クソガキ、お前は従業員で俺は社長だ。それからともり、遅刻した分をちゃんと引いとくからな。どっから。すみません、っていうか引くほどもらってないんですが。それは本来ならタダで使おうと思ってたんだから、ちょっとでももらえるだけマシだよ。文句あるなら給料出しにするぞ。そんな、そんな顔で見るなよ。仕方ない、今回だけは多めに見てやる。ありがとうございます。やったー、これでケーキ食べられる。あー、やっぱ今の話なしで。落差がすごい。バカみたい。クズ。めっちゃクズ呼ばれされた。地獄更新のイベントがね、見えるんで見てみましょう。カタ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 。ピーッ。うわ、何事。なんじゃこりゃ。あ、パソコンやいじってたんか。おい、何やってんだちびっこ。パソコンなんか触って何やってんだ。いや、何もしてないのにピーって。なんでだよ。もしかしたらからピーって音が鳴ってるんだろう。どうすればいいのだ。ふ、こんなもん簡単だ。コンセントを抜けば一発よ。解決になってないな、あんまり。やっているだけはある。パソコンの使い方一つ分かってない人の対応の仕方ですけど。え、こんなもんや。いや、普段使っているものと全然違っててな。まさかこんな代物が置いてある。普段使ってるものって何。まあ俺が使えるわけじゃないんだけどな。使えんのかい。では誰が使うのだこのパソコンは。ミス一ノ瀬。一ノ瀬がたまに使ってしてるな。でもあいつも書面の方が多いしな。てか分からんならあちこち触るんじゃねえよ。まあ俺もだけど。我は何にでも興味が湧く好奇心旺盛なタイプだからな。つまり子供ってことですね。この事務所にあるものすべてが大変興味深い。そこら中あさりもあるわけないよな。これから書類仕事やるから邪魔にならんよ。外で遊ぶか隅で絵本でも読んでてくれ。お前子供扱いになったね。また我のことを子供扱いして。これでも従業員様だぞ。年いくつなんだろうな。もう従業員のさ、規則とか大丈夫なんかな。従業員の相手をきっちり務めるのも社長の仕事ではないか。ああ、うっせえな。好きで従業員にした覚えはねえよ。待遇改善、待遇改善。このポーズええな。俺はにはお前をクビにする権利もあるんだが。隅で本読んでました。逆らえんかった。やつしろ、
30分も我慢できないのかお前は。しゃあね、話し相手くらいにはなってやる。うむ、いい心がけだな。従業員の要望は聞き入れるもんだぞ。はいはい。話し相手になってくれるというなら、ちょっと質問でもしてみるか。答えられることだけにしてくれ。ああ、彼女いた歴とかは聞くなよ。うむ、八代はなぜこの仕事をやっているの？あ、なんかちょっと気になることを聞くね。唐突なやつだな。なんでって、そりゃ食ってくために決まってるだろう。わざわざこの仕事を選ばなくても他にも職は山ほどあるだろう。知らね、気づいたらこうなってたってだけで、別に清掃が趣味とか好きってことはねえよ。社長をやってるのも気づいたらってことか。いやー、そこは違う。社長になれば自分で何でも決められるからな。他の会社に入るなんて選択肢は頭になかった。あーでもわかるな。うーん、なんか誰かから指示を受けてってのが嫌いな人も世の中はおるもんね。おかげで好きな時に仕事できるし、サボれるし、超楽で最高だぜ。ダメなやつの思考回路そのままで面白い。でもそんなダメなやつがさ、時たまにさ、すごいことを成し遂げる時ってあると思うよな。うるせえ。しかしこうして会社として継続しているだけ、結構ちゃんとしているのかもな。それはそうだ。会社運営するっていうか、会社作ること、会社を維持させることってほんまに難しいと思うけんな。それこそ学校でさ、商業高校とかでいろいろ習ってなる人とかおるだろうし、もしくは高専とか。猛者をこき使ったりと問題は終わりのようだが。おいおい、社長の前で経営批判か、クビにするか。また心にもないことを。我の力が必要なくせに強がりおって。でもさ、今後誰かが加入したら、もしかしたらお前が外れるかもしれんぞ。必要はありません。なんだと？地獄こうしたる我をなんだと思ってる。だからチンドン屋のちびっこだって言ってるだろ。ふぬぬ、まあいい、親までちびっこと同レベルになることはないな。逆に聞いてやるよ、お前はなんでこの仕事を選んだんだ？あ、面白そうだったから面接に来ただけだ。あとは知っての通りだろ。そうじゃなくて、その前だよ。どこで何をして？あ、そういえば思い出したぞ。おでんだ。何？ダチョウクラブ？は？いきなり何を言って？だから、おでん、おでんだって。和食。我はうまい和食を求めてこの地に来たのだ。なんだ、海外から来たの？さあ、社長。我にうまい和食を食わせろ。なんで怒られるやつが偉そうにしてんだよ。お前に、おまけに社長に対して、怒られるやつが偉そうっていうのはお前一ノ瀬さんに対してやってただろって話だけどな。社長が従業員に飯をおごるのは企業、いや義務ではないかね。義務とまでは言わんけど、そういうことをできる器量の高い社長につきたい。なんでだよ、給料払ってんだから自分で食え。自分でそんな顔にならんだもん、ええだろうって思うけどさ。なんなんだよ一体、急にただこねやがって。子供か。でもね、自分のお金で食うおでんよりも人に奢ってもらってさ、遠慮なく食うおでんの方がうまそうな気がする。子供だったわ。我は小さいだけで子供ではない。似たようなもんだろ。ったく、なんでこんなのは入れちまったかな。なんでこんなのデッキに入れちまったんだみたいな、ゲートルーラーみたいな、ゲートルーラーのポーカードみたいな感じ。じゃあ行ってみようか、休館場。何かちょっと大きい敵に出会いそうな気がするっていうか、メズパイが敵として来そうな気がするけん、ちょっと HPちょっと買っておいたんですよ、これ。バフかけとくわ。よーし、到着だ。さて、仕事するぞ、仕事。ちょっと待ってください。来るまでがきつすぎじゃないですか。おっぱいへの執念がここへ出ております。移動に車でもあれば最高なんだけど。誰か運転免許持っとんかな。うるせえ、今のところはそんな余裕はねえ。
だから頑張って稼ぎに来てるんだろうが。稼ぎになればいいけどな。そりゃ高級そうな資材もまだ落ちてたけど、やっぱ猛者の数を増やす方が良くない？えーの、今日はおっぱ、あーじゃなくて資材を探すの。はいはい。しかし強者の気配はしないな。今日は退屈な業務になりそうだ。あれ HP バフ使わない方が良かったかな。そうですか。私にはいつも通り不気味な建物に見えますが。止まりよ、我に任せておけ。何が来ても我の力で消し去ってくれよ。頼もしいな。じゃあゴミが出てきたらおとり役になってよ。頼もしい。じゃあ私は後方にいますんでお願いします。後方から火炎放射使う気か。トモリは前固定だからな。熱いんだよ、熱いんだよお前の攻撃は。いちいちさあ、というわけでゴミの配置は基本的にいつも来るときと一緒かな。ああやっぱり一緒だ。こんな感じのワンワン音だらけやもんな。こいつさ結構強いけんな。思いっきりちょっと全体攻撃交えつつやっといた方が俺はいいんではないかと思う。おら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 、あー一旦撃破できては結構強くなってるね。思いっきりね全体攻撃を交えたらこんなもんなんだ。いいっすね。さあどんどん進んでいきましょう。だいたい一緒かな敵の配置は。あーここに当たり目2体っても見たことあるみたいな感じだもんさ。全体デバフをさ相手に与える攻撃がでかい。ディフェンスマイナス 30%、 これすごいけんね。迷うな、一ノ瀬さんとレギュラー争いがすごいことになるな。ありません。あ、イベント来た。でもここのタイミングで騎士工業が出てきたとしたらさ、なんでおるの？あー待って、なんでおるのじゃないな。取説取りに来た、鉢合わせるパターンかなこれ。そうかもしれない、そういう感じかもしれない。やっぱだとしたらメズパイが敵に回るかもしれない。騎士工業 with メズパイみたいな感じがあるかもしれないな。ここも騎士工業も装備はもちろん持ってるけど、あんまりゴミ処理に経費かけてらんないしね。まあ以前よりはマシになったって手で報告して終わらせるんじゃないかな。そんなのでいいんですか。まあ依頼とはいえお役所仕事だし、旧館所の清掃は毎年恒例みたいになってるし。年末の大掃除みたいな。そうなんですか。この施設から溢れ出さないくらいに間引ければそれでいいっちゃいいのかも。全滅させんでもええ感じやな。それにしても主は遅いな。そういえばさっきから姿が見えんが、どこに行った？いろんな部屋回っておっぱい探しとんだろ。多分全部の部屋開けてさ、おっぱいおっぱいおっぱいはどこだみたいな感じになった。さっきトイレに行く。あ、トイレか。角を曲がってった。トイレあんのかな。なくはないか。こんな不気味なところのトイレなんて私には絶対無理です。花子さんおるかもしれんね。そうだ、一ノ瀬、聞きたいことがあるのだが。なの、いきなり。一ノ瀬と八代は、そんなこと聞く。ラブイチャカップルなのか。業務中に聞くことじゃねえな。なんだ、あーっと、頬が赤らみました。あ、さっき事務所でちょっとそういう話。気がなかったらここでさ、そんなことないわよってクールに答えそうなところなんですけど、一ノ瀬さんのキャラだったら。しかし赤らめたってことはちょっと脈があるのではないかなと思われます。だいたいこの会社に、この会社にわざわざ業務指導を何回も何回も高頻度で来るということはそういうことなんでしょうねと思われ。もしかしなくてもそんな風に友人もそう思ってたとか。可愛いな。私はそんな。なんで友人もそんな顔になってる。そういうこともあるのかなくらいですが。それで実際のところはどうなのだ。これさ、そういう恋愛もののアニメだとしたらさ、一ノ瀬さん負けヒロインになりますからね、幼馴染っていうところが。ただの腐れ縁って言ってるでしょ。ほんまにか。それじゃあ言葉が足りないか。
幼馴染ってところ。そんなに顔あくらめても説得力ねえよ。幼馴染、へえ、私そういう関係がある人初めて見ました。我もだ、拙者もお前ら小さい頃の関係性ズタボロだったんか。え、そんな珍しいもんなの。あ、大人になってまで仲良くしおる、仲良く話すっていう幼馴染は案外おらんかもしれんな。まあそういうところは、小学生時代の友達と大人になって会う機会って案外少ない。安心してね、ともちゃん。それが男女関係だったら特にそうかも。いえ、安心しても何も、私は全くさっぱりなので。え、そうだったの。私はてっきりともちゃんが狙ってそうだなってどっちかって言ったら、過去のイベントを考えたらともちゃんを狙ってきたやつしろを提撃するようなイベントが2回ほどあったよな。ないない、ないです。我は狙っておるぞ。ない誤解するような言い方やな。多分これそういう意味じゃないんだろう。実はなかなか面白いし興味がある。いらないならもらっていいか。なんかおもちゃとしてがな、男としてというよりはおもちゃとしてって感じやな。どうぞどうぞダチョウクラブ出てきたおい。ダチョウクラブって言葉をさ、ちょっと間を空けて2回目使うことになるとは思わなかったんやけど。あー、でもあいつ胸しか見てないから大変かも。そうだね、将来性に期待だね。私もそこそこあると思ってた。いや、そこそこじゃないね。完全スルーして機材の方追ってるし。ちょっとお前残念みたいな顔喋り方しような。お前なんかちょっとさ、自分見てもらえないのはそれはそれで嫌な感じやな。え、一ノ瀬さんなんて。なんでもないっすわ普段そんな言い方せんだろ。ないっすわみたいな言い方せんだろ。お前動揺しとる動揺しとる。まあ一ノ瀬さんおっぱい大きいよ。俺が認めるおっぱい大きいよ。巨乳って言っても申し分ないぐらいの大きさあるよ。ふう、すまんすまん、お待たせ。何の話してるんだ。なんでもないって。それより遅い。慌ててそこでそれよりおっぱいって言ってくれれば面白かった。一ノ瀬さんは多分 E カップぐらいあります。悪かったって。瓦礫が崩れたりしてトイレまでが道なき道でな。おいやちろ、我とちょっと付き合え。はぁ、いきなり何言ってんだ。つーかトイレはまだ今行ってきたって言っただろ。行くなら誰か他を誘え。そういう話じゃないと思います。子供のトイレは親同伴。あ、 HP 全員回復しちゃった。ラッキー。なんでか知らんけどラッキー。上行ってみよう。そしてもう一丁上。俺の記憶が正しければこっちにさ大量発生するところがあったんじゃないかなと思ったんですけど、外れ下だったわ。ともりーんもなんか全体攻撃は持っとるんですけど、デバフとかがない分積極的に使っていくなら一ノ瀬さん、地獄講師の二人の全体攻撃って感じかな。多分その分、ともりちゃんの全体攻撃の方が威力高いかなと思ったところで、メズパイ来た。はぁ、あ、これか。なんだよ、ただの毛布じゃねえか。なんでこんなもんがいるんだよ。この備品の有無で、私の性能に影響が。そこのぬいぐるみ意識もお願いします。気持ちの持ちよう的なもんやな。相変わらずわけわかんねえこと言いやがって。オプションが足りないって言うから来てやったのに、なんだそれ。ああ、他には何かあんのか。こちらのオプションパーツが必要になります。これは前に言ってたプロテクターか。腕の放電を抑えるためのアタッチメントです。充電時の時間短縮にもなります。めっちゃ重要なやつで。それは絶対に必要なパーツだな。てかお前もしかして放電してるから充電に時間かかってるのか。ああちょっと機能的に無駄がある。思いっきりこのパーツで放電を抑えることによって家庭用電源でも十分充電可能になります。なるほど、そういうアタッチメントが抜けとったっけ。ちょっと欠陥的な部分が見えとったわけじゃ。てかメズパイさ、なんかよう見たらこの辺が欠けなんか知らんけどさ、
下着ブラジャーが透けとるように見えてちょっとエロいな。なんなんこの色の違い、この色の違う部分。欠陥品って言わねえかそれ。でも電気代の面ではすげえ助かる。他には、あ、これもしかして取説か。ここに来て取説に入った。ダメだ、ゴミが荒らしたのか状態が悪い。ポロポロで読めやしね。はあ、まあ大体の備品は回収できたか。じゃあ面倒事が起こる前に、ん、誰かそこにいるのか。面倒事が来ちまいましたよ。やっしろ。お、なんか声に聞こえると思ったら、声が聞こえると思ったらお前らか。騎士工業、それにあの、おっぱいさんもいます。おっぱいさんって言っちゃってる。なんだこんなところでこそこそと。お散歩か。それはこっちのセリフだっての。なんでお前らがまだこんなところうろついてやがる。共同清掃は終わっただろ。立ち入りを許可した覚えはねえぞ。はあ、冗談ぶっこくな。なんでガキごときの許可がいるんだよ。清掃業務を受け負ったからにはいつどこに俺がいようと問題ねえよ。んだぞ。へっ、邪魔しねえなら見逃してやる。とっとと視界から消えやがれ。下手に出てりゃ調子乗りやがって雑魚が。あれで仕立てだったんですね。今日はもう我慢ならねえ。ここでぶちのめして。あ、出てくるか、ゴズ&メズペア。今日ははじゃなくてもう今日もだろう。お得意のお仲間従業員がいなくて大丈夫か。俺にはこいつがいる。おいメズ、この目障りな連中をつ、やっぱ敵に回るか。メズパイが、なんだと。そういうこと、蝶の人間がいる前で言う。そうだそうだ、お前もだが、他者に手に出すなんてどういう了見だ。しかも機材になんか変な名前までつきやがって。怒るとこはそこなのか。名前はとても重要なところなんだぞ。機材じゃなくてメズだ。俺の、俺たちのな。やっしろ、お前本気でうぜ。その取り巻きどももな、蝶の人間がいるのに好き放題すぎる。確かに、報告しといて広瀬さ。騎士地工業がさ、落ちぶれていくぜ。ライバルは少ない方がいいからね。全員お釈迦にして、そこらの背景に馴染ませちまえば問題ねえんだよ。行けメズ、あいつらを潰せ。潰せとはどういう意味でしょうか。メモリーになかったらしいわ。いいから、あいつらと戦えってことだよ。すりつぶしてミンチにしてやれ。あれ、すりつぶすってどこの部分でかな。どこの部分でかな。あとはそのお得意の電気でハンバーグだ。ハンバーグ師匠や。当期の行動目標は人類に貢献するのが第一で、そのような用途には従いかねない。そうなんじゃ。そういう感じのちょっと融通きかんところはあるんじゃ。あいつらを消し積みにすると俺に貢献できるんだよ。いいからその電気を容赦なくお見舞いしてやれ。命令を受諾し、ああ、物は言いようだったか。来るか。戦線の、ああ、やばい。立ち姿見たら、立体的に見たらやっぱりそのおっぱいのボリュームがすごいなと思う。ていうかさ、この上着からおっぱいをボロンと出してそこに布かけたような感じのさ服装、俺好きなんよな。乳袋が見えて、よくも見えて、俺は素晴らしいと思います。ほんまでかい。あとか半身もエロいね。ここのさ、こういうカーブがさ、このカーブ、お尻、お腹から来てこのカーブがね、素晴らしいですよね。まあ、そんなこと言ってられないんで、まあ、とにかく強力な技をぶっ破していく、デバフも与える。あ、待てよ、俺はちょっと勘違いをしとったんか。あれか、デバフ要員一ノ瀬さんと地獄講師2人がおるって言ったけどさ、あれか、一ノ瀬さんのデバフは攻撃力ダウンであって、地獄講師は暴力ダウンやけん、結構積み分けができるんか。ちょっと勘違いしとったな、今思ったけどね。そうよね。で、イアイドウさんはさ、攻力バフをつけ取ってもらおう。使うところはあるんかな。あ、待てよ、ここでアイテムがあったよね。デバフ系の相手を能力、あ、これ使っとくか。攻力バフ、イアイドウさん、
あ、でも単体か、一人ずつか、これちょっと使う暇あるかな、みたいな感じでしまっている。どのも暴力こういう感じ。あ、だったら一旦ストップです。攻力ダウン、メズパイをちょっと攻力ダウンさせておけばええのかと思いつつ、一ノ瀬さんのデバフもあるけん、これわざわざ使う必要あるんかな、みたいな。一ノ瀬さんが消えた時にデバフをつけ直す時に使うぐらいの感じかもしれない。そんな感じを考えながら、そう考えたらここはイアイドウさんは普通に海岸使ってバフしといてもらって、ここやな、いけ、これで思いっきり相手にデバフをかける。先制攻撃デバフをかけたんで、メズパイが攻撃した来た時にはおっほほーで攻撃は効いたものの、どれぐらい HP が減ったかっていうところが重要ですか。あ、見えん地獄講師が食らったのは見たけど見えん。あれ HP 全然減ってなくない、結構硬いな全員が。でもこっからやな、あ、まあ HP 減ってないで、大丈夫大丈夫、お互いにあんまり決定打を与えきれてないって感じでしょうか。これだったらいけるでしょう。わあ全体攻撃がある、しかもなんかデバフ使うかってか、テクニカルが減った、テクニカルが何なステータスか全然分かってないけどさ、だからなんだって思ってしまう俺がおるんですけど、ついたからにはあんまり良くないよねみたいなところがある。トモリンはやっぱり全体攻撃、おお、なんだ、必殺技級の技をメズパイに食らわせてやろう、食らわせろ食らわせろってね、だあ、やらららお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 ら、おお、かっこいい、おお、志村くんはさ防御力デバフがかかってない時に当たったんがちょっともったいなかったかもしれません。しかし攻力デバフがかかった状態で敵の攻撃に回ってきとるけん HP の損害がほんまに少ない、いいね。どっちかっていうとダメージレースは勝ってる。お、プレミアムパージ来た、お願いします。ファイナルトモリも来た、全員の出動はぶっぱで、まずメズパイを撃破したい、デバフもお願いします。さあ誰の攻撃から来る、来た、ファイナルパージ、ハイレグ姿になります、これもエッチです。そしてファイナルともりライザーソードみたい、ダブルオーノ、ガンダムダブルオーノ、そして HP がだいぶ減ってきております。どうだ、お、これでまずゴズを倒した、メズパイも HP 少なかったぞ、こう全体攻撃が来るんですけども HP はそんなに減ってはおりません。特装で倒せそうな気がする。よっしゃこれはいけます、よっしゃ、バフでバフがちょっとさいい感じに使えよる感じがするね。いけ、さあおっぱいを殴って殴って殴りまくるのだ、そんなチート道なんだろうって思うやけど、ロボット間やけん。7メズパイの課題に巡るなんか液体って血の色してんのかな。なんだ、あれを倒しました。なんとかなりましたか。ああ、みたいだな。あの機材、どこか戦いづらそうに見受けられたな。もともと戦闘用じゃないのかもね。それっぽいな、説明がさ。なんで負けてんだよ、てめえ。この無能。その電気は結局飾りかよ。申し訳ありません。ふん、そこまでにしとけガキ、ね、適材適所ってのがあるんだよ、戦闘用じゃないとしたらそんなもんですよ。でもす割とさデバフとかかけてきて厄介なキャラではあったはずなんですよね。ほんで俺たちをお釈迦にして背景になじませるんだっけ、やってみろや、やってみろやって。おいメゼ、俺のためにここから撤退させろ。了解しました、命令を。ああ、ロボットらしく飛んで逃げる感じな。うわあ、ぶねえ。
初めて見る顔問題ない、ただの威嚇だ。よいしょ。おい待て、なんで小脇に抱えるんだよ。もうちょっとかっこよく。お前かっこ悪い苦手で、でもさ、お前脇に抱えられたってことは脇クンクンできるぞ、お前ずる。あわよくば横乳にちょっとタッチできそうな感じだよ、お前。てかお前の体型から考えたら頭が脇のところ、あおっぱいのところ来そうなもん。了解しました。だからってファイヤーマンズキャリーじゃねえ。何ファイヤーマンズキャリーって何。逃げちゃいましたね。逃げたか。そうだね。うむ、すごい警戒に逃げていったぞ。さすがお宝。でもまあ追いかけてどうにもなるもんでもないか。それな。ともあれ、ここが機材の置いてあった場所ならゴールってことでいいだろう。適当に何か漁ってゆっくり帰ろうぜ。で終わりか。メズパイちょっと強そうではあったけど、こっちのデバフ戦術がねなかなか効いたみたいでね、そんなに脅威 ないまま倒せたね。よかったよかった、いい感じに戦いよるわ。やっぱ一ノ瀬さんと地獄講師のデバフコンビがねいい味出してる。お前本当に大したことねえな、メズ。あんな奴らも倒せないなんてさ。お役に立てず申し訳ありません。それ言ったらゴズはさ、おいアウトオブ眼中だったわね。あれゴズってなんか攻撃しよったかって思うぐらいアウトオブ眼中だったんやけど。メズパイが目立ちすぎとってゴズがさ何かやったかなって思う感じだったんや。あと街中あの格好で抱えたまま走り回りやがって。そんな恥さらすじゃねえか。よかったで、こんなおっぱい大きい女の人に抱えられて。ご期待に添えず申し訳ありません。俺も初代になろうかな。初代になったらメズパイにあんな抱えられて運ばれることはあるんだろうかな。そればっかじゃねえか。申し訳ないと思ってるなら、次はもっとうまくやれ。善処します。どうしたんだい。あ、やめろ、ジャズさん、その手の位置は危ない。あ、ジャズさん。お疲れ様です。見たところメズに損傷が見られるね。これは何だいゴズ君。これはそのゴミが意外に抵抗して。そうゴミが。こいつあんまり戦い慣れてないみたいで。それでふーんゴミね。まそういうことにしておいてあげるよ。兄貴は全部見抜いてますよ。とにかく社の備品は大事に扱うように。はい、次は必ず仕留めます。ロボットだからね、定期的にオイルをさしてあげるようにね。必ず何のことかな。いや、こっちの話です。というわけで、いい感じで戦えるっていう実績は俺の中であるな。